はい、対戦よろしくお願いします。ハイラルサーキットな、ここも何回もやっていくから大丈夫だろうな。いくぜ、ドーン！スタダもしっかり決まって、コインもしっかりと回収できていないけど、まあまあまあある程度は仕方ない。この辺はもうね、混戦ですからね。しっかり回収できるときにしても押されたわ、クソ。回収できるときにすればいい、このように。とりあえず1枚だけゲットしたな。なんか今すげえ加速しなかったか、あのスプラトゥーン。改造かな、改造とかあんのかな、マリオカートに。なんかキノコのダッシュのエフェクト出ないのにすげえ加速してなかったか、あのスプラトゥーン。ほい、危ねえ、なんかなくなりそうだった今。なんか当たったな、緑コーラが。5位か。なんか次は勝手にコーラが使われていく。なんか今日結構良くないか、走り。だんだんね、慣れてきたかもしれない、この空豆というマシンに。おお、すげえ綺麗に走れてる。コインも回収するぜ。よしよし。これでもこのコースも何回もやってるからだんだん慣れてきたな。ハイダル詐欺ってやっぱり、なんか今ショートカットしてこなかったか、なんかショートカットがあるのか、ここにも。よしよし、ケツしっかり守って。あ、使っちゃった、間違えて。こういうな、細かいプレミなくそうとしてるのになかなかなくなんねえわ。1位、でも今抜いてマジに食われるだけだからな。1位はなんかトゲゾーコラで勝手に死ぬっぽいし。これはあれか、取れないのか。うわ、ブーメラン飛んできてるわ、怖。うわ、あいつ、後ろに投げてんのか、怖いな。よし、こっからさらに上を目指したいとこだけど、加速アイテムとかが来ないときついのでは。あ、来てるじゃん、加速アイテム。これ守、でもケツ守ろう。あ、よしよしよし。ここで抜くぜ、一気に。なんかあいつ、次ショートカットしなかったか。ここで俺も使う、ショートカット。あー、最悪。ちょっと飛距離が足んなかったし。うわー、でもまあ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 。さ、ここ、いや、これチャンスじゃない？今なんかこの下に落下したんじゃないか、あいつ。なんか落下したっぽいよね、やっぱり。この悪い以上抜くチャンスでは。うわ、2個アイテム欲しかったけど、まあまあしゃあない。加速アイテムが欲しいな、ここ。うわ、最悪だ、ここで食らうのは。これ真ん中行こうぜ。うわ、逃げろ逃げろ逃げろ。よしよし、赤コーラからなんとか逃げた。やべ、スターが来てる。ちょっと今もうちょっと待った方がよかったかな、キノコ。いや、ここのアイテムにかけるぜ。なんかこれ赤コーラが、いや、いけ、一人倒せ。よーし、これビン、よしよしよし。このままゴールしろ。くっそ、いやでも2位、くせえ、何位だこれ。あぶねえ、4位か。いやでも結構良かったんじゃない今回の走り。あのコーラがなかったらな、まあ、運が良かったとはいえ、2位はいけそうな感じだったし。いや、今回マジで結構良かったかも、走り。細かいプレミアがあったか、そこはなくしましょう。しかも次あれじゃねえか、もしかしたら。ワンチャン冷凍2000チャレンジじゃないか。来たか、俺も冷凍2000の高みに。しかも祝福のグラグラ火山、来い。キノピオハーバーになっちゃった。まあ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 、いいよ。キノピオハーバーな、前回の動画の中でなんかバグを発見したからな。あのバグを今回引かないように頑張ろう。なんか後ろにヨッシーいたな。対戦よろしくお願いいたします。いや、1戦目でもマジで良かったから、この調子でさらに上を目指していきたい。ドーン、俺もついに覚醒の時が来たかもしれないな。ほい、このここも全然通っちゃうぜ、普通に。うい、アイテム取れなかったけど、まあ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 。そして1位よ、コインも回収して。ふい、1位の特権、好きなボックスを取れる、いいね。まあなんか狙われてるっぽいけど、これはしゃあない、1位の特権だからな。なんか今勝手にバナナがなくなったんですけど。うわ、こいつこんなところに緑コーラ投げんじゃ危ねえよ。当てた、うまい。うまいな、これ大丈夫か。あー、上行きたかった、俺もうコインを回収したかったんですよ。ここさ、この間取るのすごい苦手なんだけど、 なんとかなったわ。とりあえずアイテムを1個取って、ふい、コインか。あー、待って、コイン持った状態で、なんだっけ、アイテムを取ると、なんで今死んだの。アイテムを取ると絶対にケツガードアイテムが取れると教えてもらったんで、そういうプレイングをしたいな。あ、前回ここを右に行っちゃったんだね、あのバグを引いた時は。今日はそんなミスはしないぜ。あ、これラインがブレてる、こっちから行こう。危ねえ、今のままいったら多分落ちてたから、こっちから行って正解だった気がする。落ちないことも結構重要っぽいですかね、このゲームは。ほら、おい、1よ、どうだ。そしてまた1を取り戻した。いいね、ケツをしっかり守って、
よし、これでコインも9枚か、まだ。なんでもっ、あいつやり返しやがった。まあ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 、こういうのは仕方ないよ。これ回収した、危ない危ない危ない。よしよし、でも今のところミスっぽいミスは本当にないからな。ここさ、危ない危ない。これさ、いつも当たりそうになっちゃうから、当たらないことも増えてきたと。あ、なんかコインすげえ減ってね。あれか、さっき、倒されたからか。なんでコインちょっと回収しないと最後の一周戦えないぞ。なんか人のキノコ奪ったっぽいの、今こんなのありなの。まあありっぽいな。でも8位か悪くないんだけどね。すげえ走りができてるとも思わないけど、悪くない走りができてると。わあ、やっちゃった。コインの近くにバナナ置くのずるくないか。目の錯覚で拾っちゃうわ。10位って。あ、でも2個アイテム取れた。ブーメランが怖いな。これ使っちゃうか、キノコ。これを抜けろ。よしよしよし、もう一個使って、ここで使うスターをこいつを吹っ飛ばせ。あ、吹っ飛ばせなかった上にラインもブレて最悪だ。あ、危ない。あー、最悪。なんかキノピオハーバーだ、攻めきれねえわ。いや、でもまだ負けてないだろ、これ。ここで最後ショートカット決めて、最悪、最悪なんですけど。あ、10位か、レート2000ならず。あれだね、多分これ一人で走ったら結構うまく走れるんだけど、やっぱ人の妨害に対するなんかまだ耐性があんまないわ。次はちょっとその辺もしっかり意識していこう。意識高い系マリカ実況者になっちゃったの俺も。エレクトロドリーム、ここもなんか、もう大体あれか、俺もこんだけ動画投稿したらさすがにね、どこもかしこもやったことあるステージか。最初の頃はな、本当に走り初めてのコースばっかだったけど、今となってはね、もう熟練ですよ、熟練。熟練の腕の見せ所だな。対戦よろしくお願いしまーす。ドーン！あれー、僕熟練なんで、熟練の腕前なんですけど。まあ、しゃあない。切り替えていこう。打開しよう、しっかり。今回俺ガチで貸し、あれ？アイテムは？アイテムが取れないんですけど、なんでだ？いや、焦るな。俺こういうとこでなんかさ、焦りを感じるからうまくいかねえんだよ。まずはね、冷静に走ろうぜな。これなんか横も走れるんだけど、実は。なんだこいつ。ちょっと一周目からどんどんコインを回収できてんぞ。今までいなかった動きだ、これは。ふい。もうなんか、コーラを持ってる状態で後ろにキノコがあるときの、コーラの使いどころが分かんねえんだろ。全部後ろに投げてちゃった。誰か当たるだろ。当たった、本当に。あー、キノコ !4 連キノコ。これは強いぜ。え、緑怖。当てるね、俺に。投げていいの俺だけだからな。怖いわ、この緑キノコ。当たりそうじゃない？よし、ここショートカット使わせてもらいますわ。ショートカットじゃなかった、全然。ここで使うか。はい、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 はい。もう何回同じことやってんだよ俺。他ミニオンクパシーで行く、あえて。盗まれた。あえてミニオンクパシーだけど、キノコを使うことによって相殺しようと思ったんだけど、無理でしたね。マジで俺あそこ何回もさ、同じことしてる気がするわ。なんでだろうな。自覚が足んねえんだろうな。ここなんかちょっと加速アイテム欲しかったけど、まあいいや。とりあえずバナナでまずは守るわ。己の身を。うい。ないだ、今8位か。お、盗ませてもらうか、これ。ほいほいほい、やばい。お、3連キノコはでかいよ。しこっち使おうで、なんかキラーに飛ばされそうだった。もう一回使っちゃえ。6位。ん、なんか盗まれた今、わかんない。なんかキノコが3連キノコだったはずなのに1連キノコに変わったぞ。わからん。よし、これでどんどん加速するぜ。なんか押しっぱにすると前のやつを送って加速してくれるみたいなことを聞いたんだけど、本当ですかね。6位か。今最後プレミーなく行こう。絶対落ちるんだよ最後の試合。最後じゃ取り返しつかないからな。よし、5位5位、全然これは挽回できる順位よ。なんか飛んできてんな。よし、それいいんじゃない、俺に当たんなければ。ここさ、スター使ってワンチャンあるぞ。これ 最短ルートを走れば。おいおい、何だ、よし。
危なかったけど2位で終われた。やっぱ今回ちょっと良くないか、本当に本当に良くない今回ネタじゃなく。あ、これレート2000乗っちゃったかな、もしかして強者の仲間入りか。おい、ん、来ました、レート2000達成。おい、次の目標はレート3000だな。おー、最後取ろうぜ。今日今んとこマジで調子いいからな。まあ、2レース目だけ微妙だったけど、 1レース目3レース目はかなりいい走りができてたから。でもワリオスタジアム苦手なんですよね。なんかここ全然ね、うまく走れたことがない気がする。まあ、どのコースもうまいかって言われたら微妙なんだけど、中でもひどい気がするわ。対戦よろしくお願いします。おー、下高しっかり、もうこんな基本だからな。ふい、やばい、行き過ぎた。まあまあまあいいや、ぶつけよう。よーし、しかも今結構いいところでぶつけたんじゃないか。こことかなんかうまく走る。お、でも今回いけてんな。コインも回収できた。なんか1個乗れなかったけど、相手のアギリ触った。オッケーオッケーオッケー。なんかこれいつもとあれか、あれ、なんかこの間走った時とコースがちょっと違う気がする。ワリオスタジアムって2つあんのかな、任天堂64版と DS 版みたいな、わからん。うわ、アイテム拾えなかった、最悪。なんかこの間走った時とコースが違う気がする。ワリオカート、ワリオスタジアム、これやばいじゃん。でも今余計をなくなかったか今正直。うわー、スター、おい、スター、やめろ、挟むな俺を、俺を挟むんじゃねえ、最悪。え、しかもランディもアイテム取れてなかったの、おかしくねえか。なあな、お前らさ、俺のこと狙いすぎじゃねえ、いくらなんでも。スターに挟まれるわ。アイテムの直前でぶつけられて、なんかアイテム追い越しちゃうし、踏んだり蹴ったりですわ。俺がこんだけ覚悟決めて走ってんのにな。足、すげえ足引っ張られるわ。まあ、当然なんですけどね、このゲームは足を引っ張るゲームだから。え、なんで、え、別に今さ、あいつに救われなくても自力でなんとかなったろ、なんかスター使ってたし。おいおい、なんかシステムにも嫌われてんだけど。せめてさ、ジュゲームだっけ、あいつぐらいの優しくしてくれたっていいんじゃないか、マジな話なあ。わけわかんねえよ、しかもコイン0枚だし、もうイラつくな、グラ、イラつくんじゃねえ。お前こっからだ、こっからの男、俺は。おい、やべえやべえやべえ、やべえ、冷静だろ。ラインがブレブレ、集中してるときはしっかり走れるけど、集中力切れたときがもろすぎる、俺、いくらなんでも。まだ全然11なんか挽回できないの前見えてるし。なんでキラー来ないの、なんで俺にキラーが来ないんですか、おかしくないか。もっとキラー、あ、でもなんかすげえ団子になってんだな、この辺。うわ、しずい吹っ飛ばしてやったわ。やばーい、やべえ、せっかくレート2000乗ったらこのままだとやばい。団子になってるから待てよ。待って、これ、勝てないまでも負けない走りでいこう。よし、来た。負けない走りというのは、レートを落とさない走り。レートを上げられなくてもプラマイゼロであればレート2000キープはできるんだよ。ちょっと待って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 、やべえ、待ってくれ。え、これこれレート2000から落ちた、クソがよ。対戦ありがとうございました。最悪だ。